皆さんこんにちは。10月4日です。今日は中秋の名月、ちょっとお空が曇っていてね、お月様見えるかどうか、ちゃーどうかなって思ってるかなやが、今日は水曜日お伝えします。カフェアットマーク FM856.co.jp で今日お待ちするのは、あなたにとってのイグノーベル賞、あなたの中でのしょうもない発見とかしょうもない発明をぜひ教えてください。こちらのメールまでお願いします。で、今日はエンディング曲をもう考えに考えあぐねて決められないでいるので、皆さんのお力をお貸しください。この2曲で今投票してます。ツイッターです。今宵の月のようにエレファントカシマシ、もしくはミスター、あ、これ本番で歌おうと思った、ミスタームーンライトザ・ビートルズ、この2曲どっちをエンディングで聞きたいか、ぜひツイッターに清き1票をお願いします。ツイッターやってないもんっていう方、フェイスブックとかメールでぜひ教えてください。メッセージは何でもこちらでお待ちしてます。カフェアットマーク FM856.co.jp です。今日もゲスト盛りだくさん。1時台に、2時台に、3時台に、今すぐ言えなくなっちゃったくらい、もう忘れちゃった。1時台が忘れちゃったから、本当にあのツイッターとかあのフェイスブックとか見てください。みんなスタッフが温かい目でうなずいてくれてる。そんな中頑張ります。今日も1時から4時まで生放送、どうぞ聞いてください。